さあ、お待たせいたしました。はい、皆さんこんにちは。あれなんかやわっとした挨拶ですね。もう一度いきますか。皆さんの元気いっぱいな声にくまモンに届けてあげてください。もう一度改めまして、皆さんこんにちは。ありがとうございます。今日も最長のくまモンでございます。本日はたくさんの方にお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。ちょっとね、声って怪しいですね。ちょっとね、大丈夫ですかね。はい、ということでね、本日くまモンはですね、こちらの阪急百貨店大井食品館さんにやってまいりました。で、今日はですね、なんとくまモンがやってくるということで、本日限定地元フェアを開催してくださるそうですよ。で、店内で地元の美味しいものたくさんございますのでね、ぜひご覧になっていただきたいと思いますが、始める前にですね、ちょっとくまモンの、ね、ことを紹介したいと思います。はい、ということでね、くまモンね、全国の皆さんに熊本の良さを知っていただくためにね、日夜頑張っておりますが、ちょっと聞いてみましょうかね。くまモンのこと知らないよという方いらっしゃいますか。知らないよー、くまモンのこと知らない、何この子知らないよー、知らない、ちょっと手を挙げてる人もいるけど、くまモンね、お姉さんもね、あのしっかり胸のところにくまモンのね、バッチつけてくださってあります。ありがとうございます。で、今日ね、皆さんね、たくさんくまモングッズ持ってきてくださったみたいで、ちょっと持ってるよという方ね、ぜひくまモンに見せてあげていただいていいですか。くまモン持ってきたよー。すいません、こちらね、見えますね。あ、リュックね、ありがとうございます。ハンカチからポーチ、ね、バッグ、バッグ、待ち受けくまモンですね。あのスタートも、はい、嬉しいね、くまモンね、愛されてますね、あなたね。あ、見えて、くまモン左側、左側に見えてくれてる、かわいいね、もう濡れちゃいますね、かわいいくまモン、ありがとうございます。じゃあね、そんなくまモンをたくさん持ってる方いらっしゃいますけど、もう一つ聞いてみましょうかね。あの生のくまモンに会うの今日が初めてだよっていう方どのくらいいらっしゃいますか。はーい、お、たくさん上がりましたね。ありがとうございます。はじめまして、くまモンでございます。ではね、ちょっとね、簡単にくまモンの紹介させていただきたいと思います。はい、こちらにおります、くまモン。くまモンはやんちゃで元気いっぱいな男の子です。はい、男の子です。そんなくまモンですね、でもただの元気な男の子ではありません。くまモンはですね、熊本県の浜島知事から熊本県営業部長という役職を持っております。一応公務員です。一応ね、公務員でございます。そんなくまモンの誕生日っていうね、先日ね、無事に迎えることができました。3月12日サプライズの日に生まれましたね。皆さんね、本当にたくさんお祝いしていただきまして、どうもありがとうございます。ありがとうございます。皆さんにこうして応援していただいているおかげで、また無事に、誕生日迎えることができました。で、ますますね、皆さんに元気を届けるためにね、やる気に満ちております。そんなくまモンでございます。くまモンのふるさとはもちろん九州熊本県です。熊本県ね、大体熊本の位置にあるかと言いますと、今ね、実際くまモンの皆さん全体を九州に見立ててください。くまモンが九州です。そうしましたら、熊本県はだいたいこの辺です。はい、こちらこの辺、だいたいネットなんか、なんか熊本のおへそ、だいたいおへそ真ん中の位置にあるのが熊本県です。そんな熊本県、行ったことあるよという方どのくらいいらっしゃいますか。行ったことある、はい、あ、素晴らしいですね、ありがとうございます。あ、もうちょっと聞いてみよう。あの3月12日誕生祭に行ったよという方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったですか。あ、よかったです。熊本でもね、もう東京でもお会いできるのでも嬉しいですね。じゃあもう一つ聞いてみましょう。今日熊本出身でという方どのくらいいらっしゃいますか。熊本出身、心強いですね、今日もね。はい、よし、はい、ね、熊本県ね、皆さんの中でどんなイメージがありますか。熊本県、ね、いろんなものがありますね。バサシとかカラシレンコンとか、熊本と
といえば、ちょっと聞いてみましょうかね。熊本といえば、はい、熊本といえば、はい、あ、くまモンっていう声が聞こえますね。ありがとうございます。嬉しい、熊本代表になってますよ、あなたね。嬉しいね。熊本といえば、これくまモンもいるんですけれども、あと、なんか、なんだろう。はい、じゃあお姉さんに聞いてみましょう。熊本といえば、ペコパ。ペコパ、嬉しいお答え、ありがとうございます。そうですね、ちょうどここにあります。熊本ペコパ。熊本県生産量日本一のレコポン、熊本県に温かい気候を利用しますね。美味しいね、柑橘がたくさんできます。その中でも生産量日本一を誇っておりますのがこちらのレコポンです。レコポンというのはね、形がとても特徴的ですよね。おでこがポコッと出ているのがレコポンです。でちょうどクマモンがちっちゃくなった形と似た感じですね。はい、レコポン、こんな感じの形です。で、清見オレンジとポンカンを合わせた美味しいデコポンです。とてもね、甘くて今いい時期を迎えておりますのでお試しください。それからデコポンだけではありません。こちらのですね、主に甘草とかでも取っております。あー、ありか。こちらもですね、プリプリとしたね、果肉にね、この甘さと甘酸っぱさがとてもいいバランスのさっぱりしたカールさんでございます。食後にもね、ぴったりです。またね、香りがね、爽やかでね、とってもいいんですよね。柑橘のね、香りにはリラックス作用がありますので、ぜひ皆さんお試しください。それからね、柑橘だけではありません。こういったものもありますよ。これは、愛知なんですけれども、愛知県産のものなんですけど、店内ね、実は、びっくりした、めさりげなく飾られちゃってね、かわいいなんかキャラクターがいますけど、これは違いますけど、熊本のね、熊本のほっぺのように真っ赤なトマトもね、熊本県生産量日本一です。それからお野菜ですとね、こういったものもあります。こっちにするかな。こちらですね、こちらの赤ナスと、それから長い長い大長ナス、こちらもね、熊本県で美味しく食べます。皮はですね、とてもしっかりしているんですけれども、中の果肉はふっくらとしていて、とても美味しいナスです。ぜひね、焼きナスとかね、煮浸しとかしてもね、とても美味しいですので、ぜひ皆さん試してください。あと他にはね、こういったね、サラタマ、甘くてね、さっぱりとしたサラタマですとか、この他にも熊本フェアということでね、こういった鳥ですとか、あ、ね、ちょっとこのまだ子供なので飲めないんですけれども、美味しい米焼酎、お米の焼酎とかですね、いろんなものがございますので、ね、ぜひ皆さんね、この機会に熊本のうまかもお試しいただきたいと思います。はい、お酒は二十歳になってからですよ、熊本ね。はい、眺めるだけにしてくださいね。とても可愛いね、このパッケージですので、皆さんお試しください。はい、じゃあね、熊本ね、またこちらお預かりしまして、じゃあね、熊本フェアはね、本日のみになっておりますので、ぜひ皆さん、この機会にね、ご覧になっていただきたいなと思います。ではね、熊本ね、早速今日こんなにたくさんお集まりいただいたので、ここでちょっと皆さんで、じゃんけん大会をして盛り上がりたいなと思ってるんですけど、いかがでしょうか。皆さんも参加していただけますか。はーい、ありがとうございます。では、かっこよく題していきましょう。題して、クマモンによるじゃんけん大会。はい、拍手。はい、ありがとうございます。これから行うじゃんけん、ルールは至って簡単です。普通のじゃんけんと変わりはありませんが、クマモンだけはね、ちょっとオリジナルのグーチョキパーで、何、そのじゃんけんでやる。ちょっとじゃあやってみてください。いきますよ、最初はグーじゃんけんポン、最初はグーじゃんけんぽん。ちょっとね、皆さんご覧になって分かるかと思うんですけど、ちょっとこれじゃね、クマモン不利ですよね。皆さんのね、公平にじゃんけんしたいので、ごめん、そんな落ち込まないと思う。大丈夫、クマモンは全身使って表現してくださいね。皆さんそうすると、また喜んでいただけると思うので、頑張ってくださいね。ちょっとね、ということで、クマモンオリジナルのグーチョキパーこれから披露しますので、ちょっとお時間をお付き合いいただきまして、クマモンのグーチョキパーのポーズご覧ください。では、まず最初、クマモンのグーのポーズいきます。グーのポーズ、こちらです。せーの、はい、グー。はい、チー。
着ギュッと固まったポーズ、こちらがグーのポーズです。さあ続きます、チョキのポーズいきます。チョキのポーズこちらです。せーの、はい、チョキポンポンポン、もう一丁チョキ、ね、両手を広げたこちらがチョキです。チョキのポーズです。さあ最後パーのポーズ、どんなポーズが出てくるでしょうか。皆さんお楽しみにしてください。ではいきますよ、パーのポーズ、せーの、はい、パーもう一度いきますよ、はい、せーの、はい、パーで、こちらですね。大体ね、皆さん想像して通りかと思いますが、両手を広げたこちらがパーのポーズです。わかりやすくていいですね。ではもう一度おさらいしますと、グーのポーズこちらでした。せーの、はい、グー、チョキ。